カウラバカウラバは、インドの女ジ,ジシ、マハーバーラタに登場する二大勢力の一つ。クルの子孫たちを意味し、盲目王、ドゥリタラシュートラと、ガーアンダーリーとの間に生まれた100人の王子を指す。彼らは、長男のドゥリヨーダナを狩領とし、次男のドゥフシャー様や、叔父の尺に、御舎の息子、カルナなどが中心となって、パーアンダバと激しく対立した。 カウラバは大変奇妙な生まれ方をした。ガーアンダーリーは、ドリタラシュトラの子を見ごもったが、2年もの間子供は、生まれなかった。しかも、ガーアンダーリーが苦労して産んだのは、鉄のように硬い肉塊であった。ガーアンダーリーは最初それを捨てようとしたが、ビアーサ1000が現れて制止した。ビアーサは人々に指示し、肉塊に冷水を注がせた。すると肉塊は100個の、 小さな塊に分かれた。さらに、それをギーで満たした壺に一つずつ入れ、保管させた。時が満ちて、その壺の中から百人の王子たちと一人の娘、ドゥフシャラーが誕生した。長男のドゥルヨーダナが生まれた時、様々な不吉な兆しが現れたため、王の側近や賢者たちはその子供を捨てるよう助言した。しかしドリタラーシトラは、親の情からその言葉に従わなかった。 カウラバたちは幼い頃、パーンダバのビーマにひどくいじめられ、深く恨むようになった。とりわけ劣等感の強いズルヨーダナにとって、パーンダバは常に脅威であり、悩みの種であった。彼は悩みを手っ取り早く摘み取ろうとするあまり、パーンダバを罠にはめて暴殺しようとした。さらに正式に継承された彼らの王国を詐欺を、使った賭博によって奪い取り、森に追放した。 これが原因で王国の返還を求めるパーアンダバとの間に戦争が起こり、カウラバはクルクシェートラの戦いで全滅した。ありがとうございます。